俺たちのジャパンへようこそ。高速であっという間に遠く離れた場所へ連れてってくれる新幹線は、日本人だけでなく外国人からも非常に注目されています。なぜかというと、新幹線には他の国の高速鉄道にはないある特徴があるからです。今回のエピソードでは、新幹線に対して懐疑的な目を向けるポーランド人の男性が登場します。彼は母国の高速鉄道にあまりいい印象がないため、新幹線にも前向きな姿勢になれないのだとか。しかし、友人の勧めで乗った新幹線で予想外の出来事が起こり、一体彼に何が起きたのか、そしてなぜ新幹線が外国人から愛されるのかも分かる内容になっていますので、最後まで見てみてくださいね。僕はポーランド人なんだけど、数年前に友人と2人で日本へ旅行に行ったことがあった。今日僕が話したいのは、その時に体験したあることについてなんだ。あることとはズバリ新幹線に乗るという体験。外国人は日本の新幹線が好きという印象があると思うんだけど、初めに言っておこう、僕は決してそうではなかった。むしろ乗りたくないと思っていたくらいだね。じゃあなぜ新幹線に乗ることになったのか、その経緯から話していくことにするよ。僕と一緒に日本を訪れたのは、大学時代に知り合った友人のアントニー。学生の頃はいつも行動を共にしていたけど、一緒に旅行するのは初めてのことだ。彼が日本へ行ってみたいと言うから、一緒に行ってみることにした。日本の滞在自体はすごく楽しかったよ。噂に聞いていた通り、とても治安がいいから、海外旅行でも警戒せずのびのびと過ごすことができたし、観光地もいろいろ巡った。特に気に入ったのは東京の浅草寺と京都の金閣寺かな。やっぱりポーランドやヨーロッパにはない日本独特の建物にすごく魅力を感じたよ。そうそう、東京と京都というのは同じ日本の中でも少し離れた場所にあってね、一般的には1日で往復する距離ではない。だから外国人観光客である僕らは、移動手段として新幹線か飛行機を選ぶことになる。そこでトラブルが起きた。飛行機に乗ろうという僕と、新幹線に乗りたいというアントニーで揉めてしまったんだ。アントニーの言い分はこう。僕は高速鉄道に乗ったことがないから、ここで乗ってみたいんだ。新幹線は世界の高速鉄道の中でもトップクラスに素晴らしいと聞いたから、体験しておくべきだよ。だけど何がトップクラスに素晴らしいのかと尋ねても、詳しくはわからないという、根拠のないただの噂に振り回される気には僕は到底なれなかった。じゃあ逆に、なぜ僕がここまで新幹線に乗りたくなかったかの理由だけど、ズバリ高速鉄道でいい思いをしたことがないからというもの。高速鉄道に乗った経験がないアントニーに対して、僕は何度か乗ったことがある。母国であるポーランドでもそうだし、イギリスに行った時も2度ほど乗ったかな。もちろん僕も初めはアントニーと同じように憧れを抱いていたさ。高速で走る列車が遠く離れた町へ連れて行ってくれるなんて、すごく夢のある話だからね。だけどそんな期待を抱いていたからこそ、僕はかなりがっかりしてショックを受けたんだ。まず高速鉄道は見た目に反してとにかく中が狭い。普通車両と比べてかなりお金がかさむし、多分アントニーは飛行機のファーストクラスみたいなものをイメージしているんだろう。だけど正直言って、全くそんな高級感のあるものではなかった。車内は通路も座席も含めて全体的に狭かったし、数時間も座っているのが苦痛だと感じるほど。
僕はそんなに背が高い方ではないのに、座ると膝が前の座席にくっついて本当に体が痛かったんだ。姿勢を正しても隣の人と腕がぶつかるから、乗車中ずっと気を使わないといけなかったし、どうしても乗らないといけない用事がない限り、もう二度と乗りたくないと思っているんだ。新幹線が外国人に人気なのは聞いたことがあるから分かっているけど、それはあれだろ、窓から見える田園風景とか富士山とかが綺麗だから。そりゃあ綺麗な景色には僕だって興味があるけど、窮屈で嫌な思いをしてまで見たいとはどうしても思えなかった。日本の新幹線だって同じだよ。大したことないに決まっている。期待したらした分だけがっかりすることになるんだから、今回は僕の言うことを聞いて飛行機に乗ろう。きっと僕に感謝することになると思うよ。僕はそう言ってアントニーを必死に説得した。その結果どうなったのかというと、お察しの通り僕の主張は通らなかったよ。行きも乗ったし、帰国する時も乗る飛行機になんて乗ってたまるかというアントニーに押されて、結局新幹線に乗る羽目に。これからどんな最悪な体験をするのかと、僕はこの旅に来て初めて憂鬱でたまらなかった。新幹線の車内に乗り込むと、やっぱりポーランドやイギリスのものとサイズ感は変わらなかったと思う。まあ日本人は体の大きさが小さいのに、ヨーロッパと同じくらいのサイズがあるということを考えればマシなのかもしれないけど。そして僕たちは席に着き、発車の時を待った。僕はその間ずっとアントニーに向かってダラダラと愚痴をこぼしていた。僕が高速鉄道に乗って一番嫌だったのは、席が窮屈だったことだけじゃないんだ。もちろんそれも最悪だったけど、もっともっと最悪なことがあったんだよ。日本だってそれは変わらないはずだ。なあアントニー、僕が高速鉄道の何をこんなに嫌だと思っているかわかるか？新幹線に乗ることが決まり、もう乗車しているにもかかわらず、ずっとこんなことを言い続けていた僕はかなりしつこい男だ。今少し反省しているよ。でもアントニーは新幹線に乗れたことが嬉しくて、僕のジメジメした愚痴なんて気にも留めない様子だった。さあ全然わからないよ。アントニーは至って明るく答えた。それならはっきり言ってやるさ。高速鉄道は速く走っている分、車内への衝撃がものすごいんだ。ガタゴトガタゴト強烈な音が絶えず聞こえて、体は終始大きく揺らされる。僕だって優雅に読書をしようかなんて楽しみにしていたけど、そんなこと決してできる環境じゃなかったね。きっと君もすぐに後悔することになるよ。ほんの少し脚色したのは内緒だけど、僕はアントニーにこんなようなことを言ったと思う。それくらい僕を新幹線に乗せたアントニーを恨んでいたからさ。だけどアントニーは顔色一つ変えず、構わないさと言った。君にはもうついていけない。寝る。京都に着いたら起こしてくれ。アントニーには話が通じないし、揺れや騒音のストレスをダイレクトに感じるのはごめんだし。僕はアイマスクにイヤホンをつけ、京都に到着するまで眠ろうと試みた。だけどなかなか寝つけない僕。なぜならあることが気になって仕方がなかったからだ。あることとは、僕が眠ろうと試みてからおそらく10分以上が経っているのに、いまだに発車しないこと。発車時刻はとっくに過ぎているはずだけど。これだから高速鉄道は嫌なんだ。時間すら守れないから。僕はそんなストレスが爆発して、
マスクとイヤホンを取って思わず叫んでしまった。一体いつになったら発車するんだ。本当に新幹線は最低な乗り物だな。すると隣にいたアントニーは大爆笑。おまけに周りの乗客まで笑っているから恥ずかしくなってしまった。ちゃんと窓の外を見てみろよ。アントニーが笑いながら僕の後ろにある窓の方を指さしたので、おとなしくそちらを見てみることに。すると、え、なんで？思わずそんな声を出してしまった。だって新幹線はすでに走り始めているどころか、かなりスピードに乗っていたからだ。揺れも騒音もないじゃないか。まるで空気の上を走っているみたいだ。どうして？そう、僕はヨーロッパの高速鉄道に乗ってきた経験から、発車すればものすごい揺れと騒音がするものだと思い込んでいたのだ。それに反して日本の新幹線は音がないどころか、止まっているのだと錯覚するほどに揺れを感じない。何かマジックでも使われているんじゃないかと思って信じられなかったよ。気になったことはすぐに調べたくなる僕は、その時もスマートフォンを使い、新幹線で音や揺れが起きない理由を調べてみることにした。それには様々な理由があるようだったんだけど、簡単にいくつか紹介していこう。一つは、新幹線では外国の新幹線や在来線と比べカーブの少ない線路を利用しているということ。直線部分とカーブでは当然カーブの方が大きく車体が揺れる。それでも新幹線は問題なく走ることができるんだろうけど、初めから車内の乗客への負担を軽減するため、考えて線路の場所が決められたということだろう。日本ならではの思いやりともいえるこの配慮を、ヨーロッパでも真似してほしいものだと思ったよ。だけどどうやら新幹線の揺れが少ない秘密はこれだけではないようだった。例えば線路と線路のつなぎ目を少なくすることで、わずかな段差も感じさせない構造を作っているということ。男なら小さい頃に列車のおもちゃで遊んだことのある人も多いんじゃないだろうか。そういう経験がある人ならわかると思うんだけど、線路は全てがつながっている一つのものではなくて、いくつかのものをつなげて一本にしているんだ。もちろんその線路と線路は同じ高さにしているんだろうけど、別のものをつなげている以上はどうしてもわずかな段差ができてしまう。新幹線ではそれを根本的になくすために、一つの線路を長くしてつなぎ目を減らしているんだ。もちろんつなぎ目が多ければ多いほど段差が多くなるというのは僕でもわかる当然のこと。それにもかかわらず海外の高速鉄道でそうされていないのはなぜだろうか。本当の理由はわからないけど、おそらく技術が追いついていないからではないだろうか。だって揺れが少なくなることにはメリットしかないのに取り入れていないんだから。やりたくてもやれないと考えるのが自然だと思う。確かに考えてみれば、細かいものをつなげて一つのものにするより、大きなものを初めから作るというのは時間もかかるし難易度も高そうだよな。それから新幹線には取り入れられているのに、ヨーロッパではやりたくてもやれないのだろうと予想できるものはもう一つあった。それはアクティブサスペンションという機能だ。これがどういうものなのかというと、車体を支える台車部分で揺れを感知したら自動で揺れを打ち消す機能のことらしい。こんな素晴らしい機械があることを知っていた人はいるかい？僕は想像したこともなかったよ。というか、こうして知った今でも夢のような機械だと思っている。これらがヨーロッパの高速鉄道で全く取り入れられていないというわけではないのかもしれない。だけど実際新幹線と乗り比べてみれば違いは歴然だ。
どちらにせよレベルが違うというのは確かなんじゃないかと思うよ。僕とアントニーはこんなことを調べているうちに、あっという間に目的地の京都へ到着してしまった。揺れも騒音も全く感じないままでね。乗るときはあんなに嫌だった新幹線も、降りるときには全く正反対の気持ちになっていて、日本はよく思いやりの国だなんて言われているのを聞くけど、決してそれだけじゃない。思いやりを形にする優秀な技術を持っている国なんだと実感させられた。これはかなり前の出来事だから、今日本の新幹線がどこまで進化しているのかすごく興味深いよ。近々また日本へ行くことができたら、今度は進んで新幹線に乗りたいと思っている。新幹線は私も富士山を見るために乗ったけど、まさに空気の上を走っているみたいに静かで驚いた。あの値段じゃ安いくらいね。思いやりを形にする技術のある国ってまさにその通りだと思う。新幹線に乗ったらよりそれを強く実感できる気がする。ヨーロッパの高速鉄道は確かに揺れがすごいよね。目的地に遅れず到着してくれるから文句は言えないけど、新幹線の話を聞くと羨ましくてたまらないよ。日本人にとって高速鉄道は新幹線しかありません。そのため大きな音や揺れを車内で感じないことに慣れていますから、海外の高速鉄道に乗ったらびっくりしてしまうかもしれないですね。海外旅行の醍醐味としてそういう楽しみ方もありですが、ストレスなく快適に車内の時間を楽しめる環境はとても幸せなことなのでしょうね。皆さんは日本の鉄道が世界でどのように評価されているかを知っていますか？日本の新幹線は世界で一番発達しているとも称されるほど、鉄道の進化は日本の発展に欠かすことのできない要素の一つです。日本は狭い国土の中に線路という列車が行き交うためだけの道を建設し、さらには新幹線の線路も建設したのです。新幹線は主に在来線の電車より速く走る列車で、全国に全9路線、約19種類が存在しています。さらに近い将来、リニアモーターカーという未来の新幹線の開通も予定されています。今回のエピソードではフランス人大学生が主人公です。彼はこんなに発展し続ける日本の鉄道を見下して、自国の鉄道の方が優れていると豪語する韓国人の友人から、日本の新幹線は最悪だと聞かされます。しかし、彼が実際に韓国と日本の両国で高速鉄道に乗ってみると、大変な衝撃と感動を体験することになります。果たしてフランス人の彼はどのような体験をしたのでしょうか。韓国の高速鉄道と日本の鉄道の違いなど、鉄道の世界をご紹介しますので、ぜひ最後まで見て確かめてくださいね。俺はオーギュスタン・シモン、21歳の大学生なんだ。フランスで生まれ育った俺は何の疑問もなく近所にある大学に入学した。俺の通う大学には留学生も数多く受け入れていて、生まれて初めて違う国の友達ができたんだ。その友達は韓国人男性のホン・ヨンスって言うんだ。俺より年上の24歳なんだけど、授業中に知り合って、二人とも趣味が小旅行ってこともあって意気投合していったんだよ。俺は電車や車やバスなどを利用してフランス内での旅行やキャンプなどが好きで、大学が休みの時は一人で近場を旅するのが好きなんだ。ヨンスも近場の小さな民宿やゲストハウスみたいなところに泊まるのが好きなんだって。それでヨンスの好きな交通手段はなんといっても電車らしい。俺は電車に詳しくはなかったんだけど、ヨンスはフランスの電車についてもよく知っていて感心するよ。例えばフランスの鉄道はフランス国鉄の SNCF がほぼ独占していることや、フランス初の鉄道が開通したのは1827年だったとか、
フランス人の俺ですら知らないようなボランティアが運営する観光鉄道の情報まで幅広く勉強しているんだ。本当に好きなんだな。感心しちゃうよ。中でも高速で走る TGV が一番のお気に入りなんだって。そりゃ TGV は電車オタクじゃない俺から見てもかっこいいデザインだと思うし、最高速度は300キロ出る車両もあったり、フランス近隣国を結ぶ旅客電車はフランスの誇りだとも思うよ。皆さんは TGV を知ってるかな？ TGV っていうのはフランス国鉄が運行する高速鉄道の車両などのことを示しているんだ。 TGV がその性能を発揮し、高速走行が可能な専用軌道は LGV と呼ばれていて、車両限界なども在来線とほぼ共通の設計になっているため、都市部では既存の線路を走行し、市街地を出ると線型の E、LGV に入って高速走行するという運営方法が可能になっていて、しかもターミナル駅は在来線と共用していることも多くて、ヨーロッパの多くの国でも標準機が採用されているため、電気方式、保安装置、車両限界などをクリアすれば他国に直通運転することが可能になることから、近隣の国々、例えばイギリス、ベルギー、スイス、スペイン方面への乗り入れが可能になっているんだ。電車に乗っているだけで国境が越えられるのは魅力的だよね。海外から TGV に乗るためだけにヨーロッパに旅行に来る人も多くて、ツアー行程の目玉になっているプランもあるくらいだよ。だからヨンスが TGV を好きなことが納得できた俺はヨンスにこう言ったんだ。俺も TGV は好きだし、フランスの誇りだと思っているよ。そしたらヨンスは、実は TGV を好きな理由の一番は、韓国にも KTX っていう高速鉄道があるんだけど、その KTX はフランスの高速鉄道 TGV の技術をそのまま輸入した世界最高水準の高速鉄道なんだよ。僕は母国の韓国で KTX に乗って感動したんだ。だからその前身となった TGV にどうしても乗ってみたかったんだよ。それで乗ってみたらやっぱり感動した。オーギュスタンにもぜひ韓国に行ったら KTX に乗ってもらいたいな。俺は韓国とフランスにこんなつながりがあることを全然知らなかったよ。 KTX の車両はフランスから輸入したものと、フランスから技術移転で韓国で製作した車両の2タイプがあるらしいんだ。なんだかヨンスのおかげで俺も電車に詳しくなっちゃったな。そんなヨンスと大学の休みが合うときは、 TGV で一緒に旅行しながらお互いの言語や習慣の違いを学ぶのが楽しかったんだ。俺は全然アジアっていう場所に詳しくなかったから、韓国以外のアジアの国についても教えてほしかったんだけど、ヨンスは韓国以外のアジアの国はあまり好きではないみたいだった。その中でも俺は日本について興味があったから日本について聞きたかったんだけど、韓国には反日って呼ばれる日本が嫌いな人々がたくさんいるらしいんだ。ヨンスは反日とまではいかないけど、日本にあまりいいイメージがないみたいだった。だから俺は日本のどこがそんなに嫌なんだいって聞いてみたんだ。海外に旅行に行ったりすると日本人と間違えられたりするんだ。僕には韓国人のプライドがあるからね。それに加えてそもそも日本に対していいイメージはないんだ。おじいちゃんからずっと日本はひどいところだって聞いて育ったからね。しかも日本の高速鉄道の新幹線っていう電車は本当に最悪らしいよ。俺は電車が好きだから日本に生まれなくて本当に良かったと思っているよ。俺は日本に行ったこともないし新幹線も知らないから、電車好きヨンスが日本の新幹線っていう高速鉄道を最悪って言うんだから漠然と納得したよ。するとヨンスは、俺は乗ったことはないけど、もしオーギュスタンが日本に行く機会があって電車に乗ることがあったとしても新幹線だけは乗らない方がいいと思うよ、とアドバイスをしてくれた。確かにヨンスのおじいちゃんがそんなにも最悪っていうくらいだから、何かものすごい欠点があるのかもしれないよな。そう言われると逆に乗ってみたくなっちゃうけどね。そんな話をヨンスとしてから半年ほど経過した頃だったと思うけど、
韓国に1年間の交換留学することが決まったんだ。というのも、俺は半導体などの韓国で盛んな分野の研究をしているし、仲良くなったヨンスが生まれ育った国を見てみたくなったこともあって、韓国への留学希望を大学に提出していたのが通ったんだよ。やっと憧れの韓国に行けることになったから、ヨンスにおすすめの観光スポットなどの情報を事前に聞いておくことにした。もちろんヨンスは韓国に行ったら絶対 KTX に乗ってくれよって何回も何回も念を押されたよ。そして俺はヨンスに1年間のしばしの別れを告げて韓国に入国したんだ。俺は韓国に初めて来たこともあって、ヨーロッパとは違う街並みに感動したり驚いたり、人の多さにもびっくりしたよ。あと韓国独特な料理やファッションもとっても刺激があって、毎日フランスとは全然違う日常を楽しんでいたんだ。韓国に来てから地下鉄を利用することはあっても、KTX っていう高速鉄道を利用するような予定はなかったから、俺は大学の休みを利用して KTX を利用した旅に出ることにした。俺が住んでいるソウルからプサンまで KTX で行く電車旅にしようと考えて、プサンではちょっと高額なホテルを予約して、ビーチやお寺などいろんなところを観光する完璧なプランを実行することになった。まず KTX に乗ってすぐ座席の狭さが少し気になったけど、俺の体が大きいだけなんだとすぐに諦めたけどね。でも大きい荷物を持って行ったりしたら窮屈な座席なんだろうなと思ったんだ。ソウルを出発して順調にスピードを上げていた KTX が、途中のテジョンっていう駅あたりからゆっくりとした速度に変わっていった。高速鉄道って聞いてたんだけどな。不思議に思った俺はネットや SNS で検索してみたんだ。すると KTX はほとんどの区間を在来線と同じ線路を使用しているから、スピードを上げられる区間が短いとか、運賃が高いからあまり乗客がいないなどのクレームが多く書き込まれていた。ヨンスが散々褒めていたからネットで検索することはなかったけど、韓国国内でもなんだか人気がなさそうな電車だな。それでもプサンまで一番早く到着するのはこの KTX みたいだし、チケットも往復で購入済みだから、ゆっくり車窓から外の景色でも眺めながら旅行を楽しむことにしたよ。プサンはソウルとは全く違った街並みでとっても楽しかった。 KTX も慣れればまあこんなもんかと納得できたけど、金額的にはもう乗れないかなって思った。 KTX を体感した俺はヨンスが言っていた日本の新幹線っていう高速鉄道に乗ってみたいと思うようになった。今度は失敗しないように日本の新幹線のことをちゃんと調べてから計画を立てることにした。そこで知ったんだけど、日本の電車は遅れが少ないらしい。他にも新幹線の口コミは完璧だった。とにかく速いとか、座席にゆとりがあって快適、すごいスピードで走っているとは思えないほど揺れが少ないなど、メリットばかりが飛び込んできた。え、こんなに評判がいい高速鉄道なの？ヨンスから聞いた話だと最悪だって言っていたのに、なんだか誰を信じていいのかわからなくなった俺は、やっぱり実際に乗ってみようって決心を固めたんだ。日本に旅行に行くためにも新幹線に乗るためにも、俺は韓国でアルバイトをしてお金を貯めることにした。半年くらいして少しお金が貯まってきたから、日本行きの飛行機のチケットを購入して念願の日本に到着することができた。その時の俺は新幹線に乗るぞって気合入ってたな。でもいざ駅に行ったけど、新幹線のチケットの買い方がわからなかったんだ。だから片言の英語で近くにいた日本人に聞いてみた。そしたら彼女は駅のチケット購入窓口に案内してくれて、スタッフと思われる男性に説明までしてくれたんだ。びっくりしたね。日本人は優しいって聞いてたけど本当なんだな。とにかく俺はそこで無事に東京から京都までの新幹線のチケットを購入することができたんだ。新幹線のチケットはすごく高く感じたよ。だって飛行機代より高かったんだ。これじゃあ京都でチープな食事しかできないな。あと6分後に出発時刻だから早くホームに行かないと。日本の電車は正確だっていう噂だからね。
新幹線が到着して最初に驚いたのは、ホーム上にあるドアの位置がペイントされている部分があるんだけど、そのドアの位置と電車のドアの位置がぴったりに停車したんだ。少しのミスもなく、ぴったり同じ位置に止まるように車掌がコントロールしてるんだよ。しかし乗る前から驚かされるとは思わなかったな。指定のドアからチケットに表示されている席に座ると、なんだか広々としていて、ドリンクホルダーや荷物をかけるフックや開閉式のテーブルなど至れり尽くせりの座席になってるんだ。しかもとっても綺麗に掃除されているし、窓もピカピカなんだよ。これなら外の景色が綺麗に見えるはずだな。俺は新幹線の感想を自分の SNS でつぶやくことにして、スマホを開いて写真を撮ろうと窓の外に目を向けると、もう新幹線は走り出していたんだよ。え？だって何の揺れもないのに、うるさい音もなくスーッと走り出していて、外の景色はすごい勢いで流れているのに、驚きでスマホを落としそうになっちゃったよ。あと、とっても早く到着したのにも驚いたね。東京から京都までは 500km 弱もあるのに、約2時間もあれば到着しちゃうんだ。俺は車内販売でビールでも飲もうと思っていたのに、あっという間に着いちゃったよ。新幹線の車内では気持ちよくリラックスして過ごすことができたし、こんな素晴らしい移動時間を過ごせたのだから、もっと高い金額を払ってもいいのかもしれないと思ったんだ。それで京都は日本のいいところをギュッと詰め込んだような歴史を感じる街だった。見たいところや食べたいものもたくさんあったけど、観光のお金を少し我慢して、俺は帰りも新幹線で東京に戻った。だって俺はもう新幹線の虜になっていたからさ。こんな素敵な経験をした俺は、ますますヨンスのおじいちゃんが言っていたという、新幹線は最悪な乗り物だって言っていた意味がわからなくて、思わずヨンスにチャットをしてしまったよ。俺は日本に来ていて新幹線に乗ってみたけど最高だったよ。ヨンスのおじいちゃんは新幹線の何が最悪だと言っていたの？ってね。そしたらヨンスからの返信は、俺もよくわからないんだ。おじいちゃんもよくわからないみたい。とにかく日本が嫌いなだけなのかもしれないな。そうか、俺は日本と韓国の歴史はよくわからないけど、どっちの国もいいところだったと思うよ。高速鉄道だけで比べるなら日本の新幹線が最高だけど、よくわからない理由で新幹線を嫌いになっちゃったヨンスはかわいそうだと思ったよ。だって電車が大好きなヨンスならきっと俺よりも感動するだろうと思うからね。留学が終わってフランスに帰ったら、ヨンスに今回の経験を伝えようと思う。韓国の KTX よりも綺麗だし広いし、スピード感もあって揺れも少ないからね。感動するヨンスの姿が目に浮かぶよ。それでヨンスも乗ってみたいって思ってくれたら、俺も一緒に新幹線のために日本に行きたいって思ったんだ。今度は京都の観光もがっつりしたいからさ。新幹線の種類がたくさんあってすごい。デザインも豊富で、いろんな車体の新幹線に乗りたくなるんだよ。速いのに揺れないし、うるさくもない。すごい技術よね。私は乗り物酔いしやすいんだけど、新幹線なら在来線より揺れにくいから、今まで一度も気持ち悪く思ったことはないわ。俺は TGV に乗って国境を越える時が大好きだな。韓国の KTX は運賃が高くてスピード感がないから残念な感じがする。もう乗りたいとは思わないよ。日本の新幹線は運行本数が多いから待ち時間が少なくて済むというところもメリットだよね。世界中に高速鉄道が存在していて、各鉄道ならではの特徴やメリットデメリットが存在すると思います。皆さんは海外旅行で高速鉄道に乗ったことはありますか？世界の中でも日本の新幹線は優れていると言われています。日本人の中にも新幹線が大好きな方が大勢います。ここではそんな新幹線のあるあるを集めてみました。1. トンネルが入るたびにネットが切れてイライラ。 2. 指定席を買ったのに自由席がガラガラで損した気分。 3.
トイレに行こうとすると別の人が立ち上がってトイレに行く。4. 背もたれを下げたいのに後ろの人に断る勇気がなくて我慢する。 5. ついつい同じ車両に芸能人が乗っているか確認しちゃう。仕事で日常的に新幹線を利用する方も、旅行などでたまに利用する方も、少しは共感できるあるあるがあったのではないでしょうか。他にもあるあるがあれば考えてみてくださいね。皆さんは高速鉄道というとどんなものを思い浮かべますか？日本に住んでいる日本人なら新幹線という方が多いのではないでしょうか。 JR 各社が運営している日本の高速鉄道で高速で主要都市の間を結んでいます。旅行や出張などで乗車したことがある方も多いのではないでしょうか。しかし世界には多くの高速鉄道が存在し、新たな高速鉄道も競うように計画されています。今回は世界でもトップクラスの技術力を誇る高速鉄道の走る国に住む外国人のお話です。彼女は速さだけでなく内装やサービスの優雅さが評価される、その国の高速鉄道こそが世界一だと主張します。そんな彼女が出張で日本の新幹線に乗ることになりますが、そこで驚きの事実に出会うようです。実際に新幹線に乗ってみてからはどのような印象を持つのでしょうか。ぜひ最後までご覧になって確かめてみてくださいね。私はフランス人のミシェル。営業の仕事をしているの。お客さんのいる場所に直接行って会社の製品をおすすめするのが主な仕事よ。あなたの仕事は出張が多い？それともオフィスにいることの方が多いのかしら？私の仕事はかなり出張が多い方。オフィスにいるよりも出張している方が多いくらいの時もあるわ。でも私はもともと旅行が好きでいろいろなところに行くのが好きなの。もし毎日同じルートで通勤してずっと同じオフィスにいたら息が詰まってしまうと思うわ。だから自分には合ってる仕事だと思うのよね。結構楽しんで仕事ができている方だと思うわ。そうそう、次は日本に出張に行く予定なの。アジアの国へは何度か行ったことがあるけど日本は初めてだから楽しみだわ。日本といえば気になることがあるのよ。フランス人の女性がインターネットで、日本の高速鉄道の新幹線がフランスの高速鉄道の TGV よりも素晴らしいと発信したことが話題になったそうなのよ。私はその話題を直接目にしたわけじゃなくて職場の人に聞いただけなんだけど、そんなの絶対に嘘だって思っているわ。その女性は親日家で日本によく行っているそうだから、きっとひいき目に見てしまっているだけなのよ。 TGV はフランス全域だけじゃなくてフランス国外の各都市を結ぶ高速鉄道なの。鉄のレールと車輪を使った鉄輪式の鉄道と言われていて、世界最高速度である 574.8km/h を記録しているの。フランス全域を巡っていて、北部ではベルギーのブリュッセルやルクセンブルク、イギリスのロンドン行きの国際路線などがある。東部ではフランクフルトやミュンヘンといったドイツの各都市行きの路線を利用することができる。南部ではイタリアのミラノやスペインのバルセロナへ直行便があるのよ。私も仕事で随分利用しているけれど、 TGV に乗れば国内だけじゃなく海外の都市にだってとても早く行くことができる。日本の高速鉄道は日本国内しか通っていないし、最高速度も 300km/h くらいなんでしょう。しかも TGV は車内の Wi-Fi 環境が整っているから乗車時間も快適に過ごすことができるの。仕事に必要な調べ物をしたりメール連絡とかもできるからすごく便利だし、遠い場所への移動時間もあっという間に感じられるくらいなの。見た目からして風格があるデザインだし、内装もすごくラグジュアリーな雰囲気で、まるで王様が座る椅子のような座席なのよ。
そういえばアジアの高速鉄道なら韓国の KTX に乗ったことがあるけど、手荷物検査などで乗車までが面倒だったし、ホームの佇まいには古臭さを感じたわ。前席との間隔がかなり狭くて足が窮屈で疲れてしまったし、シートの座り心地も良くなかった。でも最高速度は日本の新幹線より速いそうじゃない？日本に出張に行くって聞いた職場の人たちは日本の新幹線のことをいろいろ教えようとしてきたけれど、私は実際に見るまで期待はしないわ。実際に見てみんなが情報に踊らされているだけだって証明してきてあげる。世界一は TGV、 日本の技術は韓国以下でしょ。私はそう言って職場の人たちの話には聞く耳を持たないまま日本への出張に出かけたの。日本に着いてから私はまず東京のお客さんのもとへ向かった。メールや電話などで何度も話をしたことがあるお客さんだったけど、やっぱり実際に会った方が話がいろいろとうまく進むわよね。和やかに話が進み、うまく商談はまとまったわ。仕事中の雑談で矢野さんという女性と話をしたの。明日からはどこへ行くのか聞かれたので、名古屋と答えると、あら、それじゃあ新幹線に乗るのかしらと言われたわ。そうです。確かのぞみという車両ですね。矢野さんも新幹線の話題を出してきたことに私は少し驚いた。いろいろな人が関心を持っているのね。私は新幹線に乗るときはつい駅弁を買ってしまうのよね。いろいろな種類があるし、すごくおいしいの。東京駅にたくさん売っているから、もし都合がよかったらミシェルさんもぜひ食べてみてほしいわ。そうなんですか。それはいいことを聞きました。新幹線を降りてからはランチの時間が取れなそうなので、どうしようかと迷っていたんです。見つけたら買ってみますね。単なる移動手段と思っていた新幹線だけど、矢野さんのおかげで少し楽しみができたわね。おすすめの駅弁も教えてもらったので、私は翌日東京駅で駅弁を買うことにして売り場に行ったの。すると予想していた状況と全然違って、私は驚いたわ。駅弁ってこんなに種類が多いの？駅弁やお惣菜のコーナーはかなり大きかった。全部見ていたら新幹線に乗り遅れてしまう。でもみんな美味しそうで目移りしてしまうわね。牛肉、シューマイ、カツサンド、イクラやサーモンまであるわ。新幹線や猫のキャラクターの形のお弁当箱に入ったものなんて子供が喜びそう。私はどれがいいか選べなくなってしまって、目立つ場所に置かれていた矢野さんのおすすめの牛肉のお弁当とお茶を購入して新幹線の乗り場へ急いだわ。新幹線は時間ぴったりにホームに入ってきた。1分も遅れていないってすごいわね。TGV と比べても見劣りしないようなかっこいい車体だった。早速車内に乗り込むと驚くようなことが待っていたの。予想していたよりもずっと綺麗なのよ。TGV は高級感のある黒っぽい車内が特徴的なんだけど、新幹線は白を基調にしていて明るい感じ。そのせいもあるのかもしれないけど、まさに塵一つ落ちていないかのような状態に私は驚いてしまった。清潔っていうレベルじゃないわ。このシートって全て新品じゃないの？そうしているうちに、驚いて戸惑っている私の後ろに他のお客さんが疲れてしまっていることに気づいた。私は慌てて切符に書いてある番号の座席を探した。ここすごく広いわね。私の席は車両の一番先頭にある席だったんだけど、前に席がない分他の席より広くスペースが取られていた。荷物は網棚に乗せなくてはいけないと思っていたけど、これなら全て足元に置いても十分すぎるほどくつろいで過ごせそうだった。切符を買うときは値段は TGB とそんなに変わらないなって思っていたけど、これだけ贅沢に座れるんだったらお得な感じがするじゃない。
なんだか予想とかなり違っていて驚いてしまったけど、私は席に座り、しばらくすると新幹線は走り出した。隣に座っている人がやっているのを見て気づいたんだけど、背もたれが倒せるのね。後で私もやりたいわ。それにさっきから気になっていることがあるの。すごい速さで走っているはずなのに全然揺れないし、音も静かなのよ。私は今まで全く興味がなかった新幹線のことが急に気になってきた。私は荷物からノートパソコンを取り出し、車内の Wi-Fi を使って調べてみることにした。日本でも2018年7月から Wi-Fi が使える車両が増えてきているそうね。新幹線が揺れたりしないのは、路線はカーブが少なくまっすぐにできているから。それから線路の枕木が頑丈で、まっすぐに歪みがなく作られている。そのため速いスピードで走っても左右に揺れたり上下に揺れたりしないようになっているそうね。私は今その効果を実感しているわ。こうやってパソコンのディスプレイを見ていても全然酔わないもの。カーブが多い場所に入るときは注意を促すアナウンスが車内に流れているのも親切よね。それからどうやってこんなに綺麗に掃除をしているか気になったので調べてみたの。出てきたのは日本語の動画だったけど、英語の字幕がついていたので私は見てみることにした。そうしたらそれは衝撃の連続だったわ。まず終点の駅に到着した新幹線に清掃員が乗り込んでくる。清掃員たちは手際よくゴミを集め、床や手すりを拭き掃除していく。そして頭を乗せる部分についているカバーを次々に剥がしていく。これ毎回変えているのね。そして座席の向きを逆の進行方向に変えていくの。電車はこれから折り返して走るから、座席がそのままだと後ろ向きに走ることになってしまう。座席の向きを変えられる構造になっているんだわ。座席の汚れを落としたり、特殊な道具を使って座席が濡れていないかチェックする。もし飲み物や傘の雫などで濡れていたら、ドライヤーで乾かしたり座席部分を外して取り替える。そして新しいカバーを取り付けていく。驚くことにこれを10分以内で全て終わらせているみたい。すごい次元が違うわ。これは新幹線が世界で最高って言われるのが納得できてしまうわね。それからしばらく私が仕事のメールなどに返信していると、社内にいる何人かの人がお弁当を食べ始めた。ちょうどいいから私も休憩して駅弁を食べましょう。さっき買った駅弁を開けると、中身はとっても美味しそうで嬉しくなってしまったわ。牛肉は甘辛く味付けしてあって優しい美味しさだった。付け合わせには煮物などの野菜や卵焼きなどが入っていて、バランスも良さそう。これすごくいいわね。美味しいし満足感がものすごいわ。そうして私はすっかり新幹線が気に入ってしまったの。仕事の移動手段としか考えていなかったけど、これはまるで観光列車だわ。窓からの景色も遠くまで見えて、富士山が見えた時にはその美しさに見とれてしまった。私はとても満足して、降りる頃には新幹線が大好きになってしまった。おかげでその後の仕事も元気に取り組めたわ。日本の新幹線は世界一だっていう人の気持ちがよくわかる。私も世界で一番乗り心地のいい高速鉄道はと尋ねられたら、新幹線って答えるわ。これからもぜひ乗りたいし、次に乗る時をとても楽しみに思っているわ。TGV 編線が乗り入れているスペインで乗ったけど、なかなか乗り心地も雰囲気も良かったよ。フランス、日本ともに高速鉄道に携わる人はすごいなと私は思っているよ。世界に誇れる日本の新幹線技術はやはり安全性だと思うし、掃除もすごいよね。乗り心地なら小田急線でロマンスカーがおすすめ。特に前席は最高。
箱根は温泉もあるし風景もいいよ。新幹線もいいけど、機会があったらロマンスカーの魅力も味わってほしいな。新幹線のすごいところは時間通りに動くことだな。東京京都間を毎月1往復してたけど、1回も1分も遅れたことがないよ。新幹線の予約をしておけば、新幹線の前後に乗る在来線の時刻も決められるから、事前にアプリとかで分単位の予定が立てられる。飛行機みたいに早めのチェックインも必要ないし、何百キロメートル先の友達と待ち合わせをして遅れることもない。皆さんは世界一の高速鉄道といえばどんなものを思い浮かべますか？速度で世界一を誇る高速鉄道は日本のリニアモーターカー L0 系です。最高速度である時速 603km は2015年にギネス世界記録にも認定されています。2位の MKX01 も同じく日本のリニアですが、これは L0 系の1世代前の車両になります。しかしこれらの高速鉄道の営業運転は現在ではまだ実現していません。営業運転している車両で最も速いのはフランス国鉄の TGV です。では営業距離の長さで世界一なのはどこでしょうか？第1位はダントツの中国で 22,000km、 2位はスペインの 3,100km、 3位はドイツの 3,038km、 日本は4位の 2,765km、フランスは5位で 2658km です。では世界で一番乗り心地のいい高速鉄道はどこでしょうか？速度や距離のように数値化できないため基準が難しそうですね。今回のお話のように実際に乗ってみた外国人が日本の新幹線が素晴らしいと認めてくれたとしたら嬉しいですね。日本の新幹線は海外からの評判が高く、インターネット上などでもたびたび話題になっているのを見かけます。皆さんはご存知でしたか？とはいえ、どんなに評判が良かったとしても自分で実際に体験してみなければいまいちその良さを信じられないこともあるでしょう。私たち日本人であれば比較的簡単に新幹線を利用して確かめることができますが、離れた場所に暮らしている外国人からすれば自分の目で確かめることは難しいからです。しかし信頼度が高く影響力のある人が太鼓判をしていたらどうでしょうか？実際には自分で見なくとも信用できるという人は一気に増えると思います。今回ご紹介するエピソードはまさにそういうことが起こるんです。日本の新幹線についてアメリカの駐日大使が言及し、インターネット上で瞬く間に評判に。一体駐日大使はどのような言及をしたのか、そして外国人を感動させる日本の新幹線の魅力とは何なのか、ぜひ最後まで見て確かめてみてくださいね。僕はアメリカに住んでいるマイケル。趣味は旅行で、独身時代はしょっちゅう一人旅をしたりして、いろいろな国の文化を肌で感じて楽しんでいたよ。今は結婚して幼い息子がいるから、なかなか自由に旅行へ出かけることは難しいけど、いつか絶対に家族と一緒に様々な国を旅したいと思っているんだ。とは言ったけど、僕がここ数年旅行へ出かけられていない理由はそれだけではない。数年前から世界的に猛威を振るっているウイルスのせいで国外に出るのが難しくなってしまったこともすごく大きな理由。アメリカではウイルスに関する規制がだいぶ緩和されてきたから、気兼ねなく旅行へ行けるようになるにはもう一息。解禁された頃には息子も5歳くらいになっているはずだから、旅行を存分に楽しめそうだと思っているよ。そんな状況だからか、僕の休日の日課は次に旅行へ行くとしたらどこへ行くかを考えること。あ、もちろん家族と過ごす時間も大切にしているよ。その合間にインターネットで検索したりしているんだけど、
やっぱり魅力的な場所が多すぎて迷ってしまうね。中でも候補に上がっているのがあまり足を運んだことがないアジア。シンガポールやタイは行ったことはあるんだけど、日本や中国、韓国のような東アジアは未経験。それぞれの国についてもあまりよく知らないし、どうやって決めようかと迷っていた時に、僕は SNS のある投稿を目にしたんだ。それは我がアメリカの駐日大使による書き込みだ。投稿の内容は、今までいろいろな電車に乗ってきたが、その中でも日本の新幹線は素晴らしい。これを経験するまでは本当の意味で電車に乗ったことがあるとは言えないだろう、というもの。正直僕はこの投稿を見てまずびっくりした。この駐日大使の人物はかなり前から大統領の側近や市長を務めるなど、アメリカでは結構な有名人。そしてその印象はクールで毒舌というもので、簡単に何かを褒めるような印象は全くなかったのだ。だからあの人に褒められるということは、日本の新幹線はよほど素晴らしいものなのかな、ととても興味が湧いた。多分こう感じたのは僕だけじゃないだろう。だからこそこの投稿はアメリカ国内で話題になっていたんじゃないかな。また僕も日本については結構下調べしてきたものの、一移動手段である新幹線についてはノーマークだった。しかし日本国内を移動する上で新幹線は絶対に使う必要があるだろうし、あの駐日大使がここまで絶賛する新幹線がどのようなものなのかとっても興味もある。だから僕は日本の新幹線について詳しく調べてみることにしたんだ。結構入念に調べてみた結果、日本の新幹線の魅力は大きく分けて4つあるという。まず一つは、新幹線といえばまずイメージするのは速さ。日本の新幹線は平均で時速300キロ、速いものでは320キロという速さで走行している。これは世界的に見てトップというわけではないものの、高速鉄道としては十分速いみたいだ。また新幹線の中でも段違いに速いリニアモーターカーでは、なんと最高時速603キロを記録しているとか。リニアに関しては現行の新幹線のようにいつでも自由に乗れる段階ではないようだが、有人運行も何度も成功している。このことから日本には時速600キロの新幹線を走らせる技術と能力がすでにあるということが分かった。ちなみにこの速度は高速鉄道として世界1位を記録しているそうだよ。日本の新幹線の2つ目の魅力は、とにかく安全であるということ。たくさんの人を乗せて走行する乗り物なのだから安全なのは当たり前、そう思いたいところだが、世界的に見てそうとは言い切れないのが高速鉄道の現状らしい。現に高速鉄道を導入している国々では悲惨な鉄道事故がたびたび起きていて、死傷者を出した事故も。しかし日本の新幹線はそんな世界の常識を覆すほどの安全性を誇っているというのだ。それを証明するのはズバリ、開業してから約60年の間、新幹線が原因での負傷事故を一度も起こしていないという事実。これは本当に信じられない快挙だと言える。乗り物に乗るというのは完全に命を預けているという状況。そこまで深く考えて乗車している人は少ないと思うが、どうせ命を預けるなら事故率 0% の新幹線に乗りたいと思うのは人間として当然の心理だろう。そういった面から日本の新幹線は非常に信頼度が高い乗り物だということがわかる。またこの安全性を叶えているのはもちろん日本の技術者の能力が高いということが挙げられるだろう。しかしインターネットで調べてみてわかったのだが、最も重要なのはそこではない。日本の技術者は人命を優先に考え、いつでも真剣に仕事に向き合っているという点だ。高速鉄道を作っている技術者も
利益が出なければ仕事を続けていくことが難しい。そのため海外ではどうしてもコスパや時短を重視するあまり手抜き工事が行われていることも少なくないんだとか。つまり人命よりも企業の得と考える場面が少なくないということだ。この真実を乗客側が知ったらとても恐ろしくて、高速鉄道になんて乗りたくないと思うだろう。このように日本人では技術者の意識が一線を画しているから、優秀な安全性が実現できているんだと思う。続いて日本の新幹線の魅力3つ目は、時間にとても正確だということ。僕も高速鉄道ではないにしろ、アメリカで何度も電車に乗ったことがある。時間の正確さについてあまり考えたことがなかったけど、確か予定時刻よりも5分から10分遅かったと思うよ。でもこれに関して遅いなぁと思ったこともないし、むしろアメリカではこれが当たり前。多分アメリカ人ならみんなそれくらいの遅れは普通だと感じていると思うよ。だからこそ日本の新幹線の正確性を知って驚きが隠せなかったんだ。アメリカ人だけではなく、欧米人や日本人以外全員驚くと思うんだけど、日本の新幹線は予定時刻ぴったりに駅に到着するんだよ。だからもちろん発車するのもぴったり予定通り。天気の影響などでやむを得ず遅れる場合は、しっかり乗客に伝えられ、必要があれば迅速に遅延証明書も用意してくれる。時間に正確なだけでなく、乗客のことを考えた素晴らしい対応なんだとか。これは真面目な国民性と噂される日本以外では絶対にありえないことではないだろうか。さらに僕たち外国人が信じられないほど驚くこの状況を、日本人は当たり前だと思っているようで、アメリカのように5分10分遅れようもんなら、乗客たちは一体何をやっているんだと送り出してしまうレベルらしいよ。日本人は欧米の電車に乗るとき、なかなかストレスを感じるかもしれないね。そして最後、日本の新幹線の4つ目の魅力は、とにかく車内が快適であるということだ。ここまで電車の外からわかる情報ばかりだったけど、最後だけは内部の様子だ。日本の新幹線の車内はとにかく清潔で居心地がいいんだって。全ての新幹線が同じというよりは、払った金額に応じてクラスが分かれているみたいで、実際に乗った外国人の声の中には、ホテルのようなふかふかのソファーだったという人や、国際線の飛行機に乗ったみたいな立派な作りだったという人も。そしてクラスに関わらず共通しているのは、ゴミ一つ落ちていなくて快適だということらしい。これにも僕はすごく驚いたよ。アメリカの電車では乗客が食べたであろうパンや飲み物のゴミが置いてあるのが当然のことだし、片付けている人を見た覚えもない。さらに掃除係のような人もいるとは思うんだけど、それが追いつかないくらい乗客が汚しているんじゃないかな。もちろんみんな悪気があるわけじゃないんだけど、電車をきれいに使うという認識があまりないんだよね。一方で日本人の意識は全く違うんだとか。清掃係が運行の合間に念入りな掃除をしているのはもちろん、乗客はみんな自分のゴミは自分で持ち帰るという意識が徹底されているんだとか。だからゴミが出ても車内に放置したりせず、ずっと清潔な状態が保たれているのだ。これは新幹線側がすごいというよりは、それを利用している人のモラルの差と言っていいだろう。しかし新幹線自体の素晴らしさと乗客のモラルが合わさって、あの毒舌な駐日大使をうならせる新幹線が実現されているのだと思ったよ。これらのことを調べて、僕は次の旅行先を日本に決めた。日本の食べ物や歴史的建造物を見て観光するのはもちろんだけど、新幹線に乗ることもものすごく楽しみだ。
そうしたらやっと僕も本当の意味で電車に乗ったと言えるようになるだろう。日本の新幹線はまさに人類の理想の高速鉄道と言ってもいいわね。早いのに安全で快適なんていいことずくめじゃない。クールで人を褒めない人がすごいと言っているのを見るとよほど素晴らしいんだと期待できるよね。日本の新幹線はその期待を上回る素晴らしい出来だよ。60年間不祥事故がないなんて本当に羨ましい。僕の国の高速鉄道は事故を起こしてばかりだから安心して乗れる鉄道が欲しいな。高速鉄道は本当に便利で素晴らしいと思っていたけど、日本の新幹線はレベルが違うようだね。全世界の鉄道が日本製になればいいのにな。私は速さよりも安全性を重視したいから日本の新幹線に乗りたいな。ある程度速ければ別に世界最速じゃなくてもいいもの。それより命が大切。日本が清潔なのは車内に限ったことじゃないんだよね。駅はもちろん、道路も公園もゴミが散乱している場所なんて全くないんだ。いいなあ、日本人はいつでもこの素晴らしい新幹線に乗れるんだもんね。僕の国にも新幹線があったら毎日でも乗りたいくらいだよ。約束通りの時間に鉄道が到着するなんて一体どんなマジックを使っているんだ。僕の国では10分以内に来ればいい方だよ。普段何気なく新幹線に乗っているとこんなにもたくさんの魅力があるなんてなかなか気づきにくいもの。しかしこうして外国人目線で意見を聞いてみると自分たちがどれだけ恵まれた環境にいるかがわかります。クールな駐日大使までも感動させる素晴らしい新幹線の存在はとてもありがたいものですね。皆さんは日本の新幹線、そして海外の高速鉄道に乗った経験はありますか？ある人はぜひそれぞれの感想や感じたことをコメント欄で聞かせてくださいね。皆さんは新幹線を利用したことはありますか？人間の足はもちろん、自動車でも追いつくことのできない高速で都市間を移動する新幹線、その便利さから利用したことのある人は多いと思います。この新幹線と同様の役割を果たす高速鉄道は海外にいくつも存在していますが、速いという性質上事故が起きやすいのも事実。海外では残念なことに胸を痛める悲惨な事故が過去に何件も起こっています。今回のエピソードに登場するフランス人男性は海外旅行で訪れた韓国で鉄道事故に遭遇したそうです。その経験から鉄道に苦手意識を持ってしまいますが、出張で訪れた日本でその恐怖心を克服させる出来事があって、一体彼は日本でどのような体験をしたのか、ぜひ最後まで見て確かめてみてくださいね。僕はフランス人のポール。今日は数年前に経験した韓国、そして日本での経験を比較して紹介していきたいと思う。数年前、僕は旅行で韓国を訪れたんだ。アジアへ行くのは初めてのことで、どんな場所なのか期待と不安を抱いていたんだけど、初めはいい場所だと思ったよ。街は思った以上に発展していて、雨の日でも室内で楽しめたし、地下鉄などの乗り物も先進的な印象で、その辺はヨーロッパと変わりないね。もちろん食べ物とか言語は思った以上にギャップを感じたけど、それも旅の醍醐味として楽しむことができていた。普通の楽しい旅行として完結すると思っていたんだ。滞在3日目までは、僕らが韓国に滞在するのは5日の予定で、折り返し地点まで来たという時だった。その日は少し遠くまで足を伸ばしてみようということになって、
僕と友人は韓国で初めて高速鉄道を利用することにしたんだ。アジアはもちろん、ヨーロッパ以外の鉄道に乗るのはお互い初体験。でも地下鉄に乗った時点で新しいし、それなりに広々していて快適という印象を持っていたから安心して乗ったんだ。その後の出来事が今後の僕の人生を大きく変えるとも知らずにね。僕と友人は高速鉄道に乗ってからもずっと会話を楽しんでいた。というのも、乗った鉄道の調子が悪いのか何なのか、小刻みな揺れや振動が多くて黙っていたら酔いそうだったからだ。だからなるべく楽しい話をして気を紛らわせようとしていた。それに僕らは男にしてはかなりおしゃべりな方でね。普段から次から次へと話題が移り変わっては笑っての繰り返し。特に旅行中なんて、あそこが楽しかった、あれを食べてみたいなんて話が尽きないから、この時は特にずっと話していたと思う。だから乗り物酔いに関しては次第に気にならなくなっていったかな。でも韓国の鉄道内は基本的にみんながおしゃべりして過ごしているから、僕らが浮くなんてこともなく、外の景色を見るのも忘れて僕らはすっかり話に夢中になっていた。でもそんな時のことだ。キーッと聞いたことがない大きな音と同時に車内が大きく揺れて、大きな揺れが来るなんて思ってもなかったから、僕は座っていた椅子から通路に投げ出されてしまった。当然だけど、未だかつてこんな衝撃にあったことはなかったよ。その後すぐに止まったので、今のは急ブレーキだったのだと察した。文章にすると一瞬の出来事なんだけど、実際に自分が体験している時はなんだかとても長く感じた記憶がある。一体何が起きているのか、無事で済むのかなど、瞬時に頭の中でいろいろなことを考えるからね。おまけに車内はパニック状態で、叫んでいる人や今すぐ降ろせと興奮している人もいて、とても恐ろしかった。まるでパニック映画の中に入ったみたいで気が気じゃなかったよ。しばらく停車した後、車内にアナウンスが流れて、しばらく車両は動けない状態であることを知った。そのため乗客が線路を歩き、近くの駅へ向かわなければならないとのこと。ここで実感したよ。ああ、僕は鉄道事故に巻き込まれてしまったんだ、と。車内から降りて歩き始めたところで、僕と友人は違和感に気がついた。首が痛いのだ。韓国では手続きが面倒だから病院へは行かず、後々帰国してから行ったんだけど、僕らの予想通りムチ打ちだった。しかるべきところに問い合わせれば慰謝料なり何なりもらえたんだと思うけど、正直そんな気も起きなかった。あの時にした体験がトラウマみたいになって、一刻も早く忘れたかったから。後日あの事故のことを調べた友人が詳細について教えてこようとした時も必死に断ったくらいだよ。どうやら前に止まっていた電車だか機械だかに衝突してしまったみたいだけど、この経験があってから僕はすっかり鉄道が嫌いになってしまった。怪我自体はまあ多少は痛かったものの、そんなに重傷ではない。でもそれ以上に心に負った傷が深かったんじゃないかな。感じたことのない揺れや衝撃、どうなるのかという不安、そして普通の状態ではない周りの人たち、そのどれもが恐ろしくて、もう二度と経験したくないと思ったんだ。そりゃ人生で何度も鉄道に乗ってきて、事故に遭ったのはあの一度だけ。次に乗ったからといってまた事故に遭う確率の方がずっと低いということも頭では理解しているよ。でも頭とは関係のないところで僕は鉄道を避けるようになってしまった。しかも友人に聞いた話では、
韓国ではああいう事故がたびたび起こっているけど改善される気配がないとのこと。インターネット掲示板なんかではよくその話題が出ていて、乗客に対して不誠実だと不信感を抱いている人が多いらしい。そもそも鉄道に乗る前からそういう情報を調べなかった僕らも浅はかだった。でも起きてしまった事故を繰り返さないための取り組みが不十分な韓国への印象はどんどん悪くなっていった。だからもう二度と鉄道に乗ることもアジアへ行くこともないと思っていたんだけど、思っても見ない形で僕は再び鉄道に乗ることになったのだ。そしてその場所はなんとあの最悪な思いをした韓国の隣国である日本。僕はあれから韓国だけではなくアジア自体にネガティブな印象を持ってしまっていた。他の国々からしたら巻き添いでしかないんだろうけど、馴染みのないアジアという地域として一括りにしていたのだ。でも会社から命じられては行かないわけにはいかない。半年間の長期出張で仕事内容的には僕にとってステップアップ、出世の大チャンスと言っていい。上司から期待されて選ばれたのは分かっていたから、アジアや鉄道に苦手意識があるという理由で断る選択肢はなかったのだ。でも実際に日本へ行ってみると、あそこはとてもいい国だったよ。食べ物が美味しいのはもちろん、街の綺麗さや人の良さ、そして鉄道自体も韓国とは比べ物にならないものだったんだ。実際に乗るまで、隣の国なんだから日本の鉄道も最低に決まってる、事故に遭わないことを祈ろうとまで思っていたことを申し訳なく思うほどにね。まずなぜ僕が日本で鉄道に乗る羽目になったかというと、これも会社からの命令だ。僕が出張して働いているのは基本的には首都の東京だけど、愛知県というところにある支社に2日だけ行くことになって、そのために新幹線を使ってほしいと言われたのだ。僕は飛行機とかバスとか他の行き方を検討したんだけど、かかる時間が桁違い。とてもじゃないけど細かいスケジュールが組まれている中、利用できるようなものではなかった。まあ高速鉄道である新幹線が速いのは分かってはいたんだけど、それ以上にまたあんな思いをしたくないという思いが強かったんだ。とはいえ他に手段がないなら仕方がない。僕は韓国での事故以来初めて鉄道に乗る決意を固めた。唯一の救いは一人ではなく打ち解けられた同僚が二人一緒だったことかな。万が一のことがあっても恐怖や不安を分かち合える仲間がいるのは多少なりとも心強い。でも実際に乗ってみてすぐに韓国の鉄道、いや今まで乗ったヨーロッパの鉄道のいずれとも違うのだということを感じさせられた。なぜかというと全く振動が感じられないからだ。これに気がついたのにも少し恥ずかしいエピソードがあってね。新幹線に乗っている間平静を保てるか心配だった僕は発車前に寝てしまおうと思いついた。でも目をつむってみたはいいものの、やっぱりそわそわして眠れない。その上10分ほど経っているのに全然動く気配がないから、ねえいつ出発するの?と目をこすりながら同僚に尋ねたんだ。そしたら二人は大爆笑。どういうことかと目を開けたら、なんと新幹線はかなりのスピードですでに走行していたんだ。動いているのに気づかないほど静かに進む鉄道なんて聞いたことがあるか?窓の外をものすごい速さで通り過ぎる景色を見ても僕はなかなか信じられなかったよ。結局新幹線での旅は行きも帰りも快適なまま。韓国で経験したような恐ろしいことは起きなかったどころか、どこでも感じたことのない居心地の良さを体験させられたよ。
車内は静かだし、ゴミ一つ落ちていない清潔さが保たれているし、なんだかホテルにいるみたいだった。だから新幹線から降りた帰り道、同僚に尋ねてみたんだ。二人は鉄道事故に遭ったことはある？僕は前に韓国で怖い思いをしてね。同僚たちは僕が体験した話を親身に聞いて、そしてこう言った。それは怖い思いをしたね。鉄道がトラウマになっても仕方がないと思う。でも僕はそういう経験をしたことがないな。新幹線に関しては日本人で体験した人いないんじゃないか？僕はその言葉を無視することができなかった。日本人で体験した人がいないと思うってどういうことだい？すると驚くべき事実が発覚したのだ。日本の新幹線は開業して60年ほど経つそうなんだが、それから一度も新幹線が原因で乗客に怪我をさせる事故は起きていないとか。これには驚いたよ。僕が何度も乗ってきたヨーロッパの高速鉄道でも、そんな夢のような経歴は聞いたことがない。なんでそんなことが可能なんだ？驚く僕に同僚は丁寧に教えてくれた。僕も前に気になって調べたことがあるんだけどね、海外の高速鉄道は普通列車と高速鉄道が同じ線路を使うのが一般的なんだけど、日本は分離式を採用しているんだ。スピードのある新幹線が独立した線路を走っているから事故数は大幅に減るし、速さも維持できているんだって。へえ、そういえば全然違う場所にホームがあったな。その後もしばらく話を聞いていたんだけど、多分日本人は他のどの国よりも乗客が安全に利用できる方法を熱心に考え、そして実現しようとしている。他の国はもちろん安全に使えたらいいけど、それが最優先事項ではないような気がした。特に僕が怖い思いをした韓国では、最新車両を開発するのに一生懸命で、既存列車の安全性などは二の次になっているって話も聞いたよ。こんな風に日本と韓国という隣同士の国にそれぞれ足を運んだ僕、こんなにも近い場所にあるのに全く正反対の経験をすることができた。まだまだ鉄道への恐怖心がなくなったわけではないけど、日本でだけは鉄道の旅を楽しめるかもしれない、そう思ったよ。鉄道事故に巻き込まれた経験があるんじゃ、なかなか怖くて乗れなくなるよね。すごく不憫でかわいそう。そういう人を生み出さないためにも、韓国鉄道はもっと事故を減らしてほしい。日本といえば高速鉄道の最先端で安心して乗れることで有名。対して韓国は事故率が高くて恐ろしいと有名。隣同士でこうも違うんだね。私たち日本人はあって当たり前のものとして何気なく新幹線を利用していますが、揺れの少なさや清潔さ、そして安全性までとても恵まれているんですね。新幹線にしか乗ったことがないとなかなか実感できませんが、海外の鉄道に乗れる機会があればその違いに驚くかもしれません。ただ性能や車内環境に関しては国それぞれの味として楽しむことができますが、安全性に関しては別問題。どの国でも変わらず安心して乗れるようになるといいですね。皆さんは海外の鉄道に乗った、または見た経験などはありますか？乗ってみたい鉄道などもぜひコメント欄で教えてくださいね。それでは最後までご視聴くださいましてありがとうございました。もしよろしければ皆さんのご意見や感想をコメント欄へお寄せください。またよかったら高評価ボタン、シェアしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画をお待ちください。